歌あんどん泉鏡花。下月10日余りの月夜の晩、桑名に着いたばかりの老人客が2人いた。旅中の2人は東海道中膝栗毛に登場する人物を気取って、桑名名物焼きハマグリで一杯やろうと宿に向かった。途中2人はうどん屋の前で博多節をいい声で歌う角付けの若者と行き違い、宿に入った。若者はうどん屋に入ると酒を注文し、あんまを頼んだ。あんまに体を持たせながら若者は言う。私はね、お仲間のあんまを一人殺してるんだ。一方宿に着いた老人2人は芸者を呼んだ。だがやってきた三重という娘は芸はほとんどできないが、能の舞の真似事ならできるという。三重に回せると二人は目を見開いて驚いた。今の舞の木組みとその形、教えも教えた、習いも習ったものじゃ。誰に習ったのか想像はつく。実はこの二人、小包の名人節操と能役者の名手音痴源三郎であった。三重が舞を習った相手は名も知らぬ角付けだという。うどん屋の若者の話は続く。3年前若者は秀山というあんまの噂を聞いた。秀山はあんまだが歌いの名手で羽振りがいいという。尺に触った若者は秀山に会いに行き、歌いをさせている最中に自分の膝を叩いた。調子を外した秀山は若者の正体を音痴源三郎の甥北八と見破り、その夜のうちに憤死した。後悔した若者こと北八は秀山の娘に舞を教えた。いきさつを聞いた源三郎は北八を感動し、北八は門付けとなった。ここまで北八が語った頃、宿にいる源三郎は秀山の娘三重に舞を舞うように願い、節操が小包を打ち鳴らした。うどん屋にいた北八は聞こえてくる名人節操の小包を耳にすると、はっと身を起こして宿屋の下に向かい歌いを始めた。舞を続ける三重は北八の歌いを聞いて驚きよろめいた。やあ大事なところ倒れるな。名手源三郎が三重の背中を支える。月夜も更ける中、見事な舞と歌いが調和した。おしまい。補足。1910年発表、宿屋の老人2人とうどん屋の若者の話が交互に語られ、最後に一つの場面に収束する構成と能の舞台を見るような情景描写が見事な作品です。作家の泉鏡花の作品は情緒にあふれる作風で評価が高く、幻想文学の先駆者としての評価もあります。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、4代目ケンケンでした。